も話し相手になってくれるの。おかげで気持ちが若返る。ここは町内会の建物だよ。え、ぶさすね。あらやだ、なに？スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。Internet for a few people. It's treasure. スラムエンジェルを知ってるかって？スラムエンジェルは決して貧しいものから奪わず人を殺めない。これだけ知っていれば十分だ。もっと知りたいならミレイユさんに会うといい。ここらじゃあの人が一番の情報通だ。何が見たつ？何？スラムエンジェル？近頃しつこく嗅ぎ回ってる記者がいる。ひょっとして奴に頼まれたか？はっ、知ってても教えねえよ。スラムエンジェルは俺たちの英雄だ。シンラの手下なんかに売れるか。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド。元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端シンラもしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。This guy again. どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通。でしょうか。すごく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を終わらせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が。いいえ、やつらのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性だ。
いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは？おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の記者殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でもやがいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これでこいつ、私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほら、これを持っていきな。なーに、遠慮はいらない。出どころはあの記者のポケットだ。盗んだんじゃないよ。預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。Melissa, what was Eric though? Alright, what's next? そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。待ってて。やっぱり来る？ Of course, why wouldn't I go? She can run by here. Why?There it is. Wait. Oh, now I can run? All of a sudden, if a lot of things can run. Hana to Hana stays.という、そんな一日でした。
行こう。お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、なんでもない。どうせ信じないから。嘘やつだろうな。一応聞こう。本当？あ、あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやる。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう？元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい？あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう？欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。No, Aaron left the party. So sad. She's probably gonna rejoin. Chris. Oh. Okay. Wait, how do you pouch? Wait, how do you get out of here?
Why is there so much junk? Oh, no. どうしたのクラウド？いや。怖い夢でも見た？Oh, no. 夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。You be really careful.今度は見つからないように。No.Some junk around. Why? Oh my! So wide. The good thing. But yeah, they're all this. I mean, she's still on the floor.The fact of my social distancing. What the bullet part from items? I can't even see this angle. What is this? Oh my gosh. It really wants me to hit something. Can't see.On the stairs, right? Come on, over there. 行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ？途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。Why? ありがとう。Why? Why should be like that? You can talk it out. Oh, what? She knew. How? あれ？ How did you get here before? これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。こらオッケー。どうしたの？なんでもない。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか？故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人を集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。
普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。スクール。Saving, so with this.誰もいないね。Somebody's here. Or was? まだ新しい。Recently. 私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに。おい、見ろよ。泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。これは弁償してもらわねえとな。弁償、弁償、弁償ってなんだ。バカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ。のえ、弁償ってのはそのあれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ？バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。
7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。こう浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。繋がってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか。大丈夫じゃないって言ったら。家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実は
もっと安全な近道があったりして。No, she left. It's goodbye. それじゃあ、もう行く？ああ。あ？ Uh-oh. Something's going on.クラウド、よかった、無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。Joining in? Yeah. 急いで追いかけよ。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。ん？探してどうするつもりだ？もちろん、助け。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。と言っても、結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？She's a Greek, she's a great fighter, she's a healing box. スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。Just for that? 兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも、残念だったな。あの子は当分出てくれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。どうぞ。It's that time for me to end the stream, so thanks for stopping by. Don't forget to like, subscribe, comment, share the video, follow, join the Discord, and I will see you next time.